チャンネルも才の戦士。今日はですね、ちょっとあの、はい、こちらのケンちゃん、T ちゃんから重大発表が、はいはい、7月といえば海、出会いがある、女の子が開放的になる、モテたい僕としては、はい、今このままじゃダメだと思うんですよ、はい、そうですね、はい、そうですか少しあの、わかります？ぶっとりぽっちゃりしてるもんね。いや、ぶっとりぽっちゃりの僕が、はい、ちょっと本格的に夏に向けて、はい、ダイエットを始めたいと思います。まあ、夏に向けて遅いですけどね、うん、では考えてください、はい、ボルトは何秒で走れます？ボルト、僕もそれと一緒です。全く分かんない、分かんない。夏の海に向けて最速でダイエットしますってことです。あー、急ピッチで。体重計持ってないんですよ、はい、はい、なんとタニタの体重計買ってきました。あ、そう、タニタ、いいやつじゃないですか。これですね、タニタの、タニタの体重計買ってきました。なんか違う、多分あの我々2人と見てる方も、はい、あの感じてるんですよ、違うなって。デジタルで体脂肪率とか測れてっていう、こんなアナログなタイプじゃない。普通のここ読んで、ここ読んでください。タニタ、はい、ここに BMI 値、はい、あの標準体重が書かれてるんですよ。あ、はい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 、166の僕としては、はい、標準体重が 60.6kg、はい、今の体重、はい、ちょっと測ってみますね、はい、ちょっと上着だけ脱ぎます。グラム数減らします。もういいわそういうの。それでは体重測ってきます。はい、よし、いきます。あ、意外といい、76ですかね。76、標準が60ですから、はい、え、16kg。 痩せたら僕モテモテになるんですよ。ああ、そう、そうなんですか。僕痩せたらめちゃめちゃかっこいいですから。いや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 、分かる人は分かると思います、本当に。そうやって言うんですよ、そういう体型の人は。言うんですかね、痩せたら可愛いとか。じゃあそれを見せてくれと。それを見せます、僕は今から。それを検証する、証明する動画ですから、はい、それで、はい、ダイエット方法は、はい、サイコロで決めてやろうと思うんですよ。サイコロ、やっぱダイエットって過酷な方が見てる人は面白いですよね。まあまあまあ、今回サイコロの偶数は絶食でいきます。あ、おお、あー、まあ、1日食べない。1が見てる視聴者の方が、はい、ダイエットを決めてもらう形で、あ、あ、コメントとかで、そうですね、今日のコメントで、はいはい、こういうダイエットしたらいいんじゃないかって、あ、今日、はいはいはい、この後この動画のコメントください。絶食って聞いたらどうするんですか。絶食になります。もし何個もコメントがありましたら、はい、まあ、そこはリーダーの向山さんが選んでください、独断と偏見で。あなたのダイエットなんで私が参加しなきゃいけない。いや、ダイエットは協力ですよ。いや、あなたが、あなた痩せようが太はどうでもいいんですよ。岡山さん、はい、僕が痩せて持ってれば、はい、女の子は寄ってきます、はい、余った女あげますから。頑張ろうですよ、ね、頑張ろう。3番、ベジタルで、はい、ベジタル、ベジタブ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 ル、ベジタルダイエット。5番出ましたら、はい、1日何キロ走ったらいいと思います。まあまあ、最初2キロとか、まあ、30分でしょ、だからそしたら1時間走りましょうか。簡単に言うな。3時間走りましょうか。じゃあスタートするのが1匹から1匹、7月1匹、1匹、7月言います、1匹って言いません。聞いたことない。1日のお昼12時にこの動画上げて、そこから僕スタートします。はい、偶数出たら絶食、絶食3日間、3日間絶食します。絶食します。いや、そんな別あの倒れるとかやめてください。じゃあまず第1回目を、はい、はい、まあ、今回記念して向山さん振りますか。あ、いいんですか、振りますか。いや、リーダー振りますよ。お願いします。よし、偶数、偶数狙いで。偶数は一番きついよ。胸が痛い。今回4が出たので、はい、今回絶食、
はい、はい、明日のお昼の12時から12時から、はい、3日後、はい、火曜日の死ぬわ12時まで死ぬわ伸び物だけ縛りで、はい、行きます、はいはい、4日目の、はい、12時にサイコロ振って、うん、偶数だったらあなた6日間食べないそうですもう一回絶食入るそのぐらいしてダイエットできませんから、ね、まあね それぐらいのここがないとここがないと見てる視聴者の女の子が、はい、僕に好意を持つ可能性もありますけどああまあねあ頑張っていきますはい、はい、ではよろしくお願いします皆さん応援コメント待ってます、はいはい、待ってます2人は大丈夫大丈夫です大丈夫ですしません